22年3月期の決算につきまして、ご報告申し上げます。売上高は92億円、昨対比に申しますと 147% でございました。約30億円の増収になっております。コロナウイルスの影響がなかったですね、20年3月期と比較しますと 93% まで回復してきております。営業損失は21億円、昨対比で申し上げますと 3.5 億円の増益でございます。20年3月期比で申し上げますと20億円の減益でございます。引き続き厳しい状況が続いているということでございます。当期損失は24億円、昨対比で申し上げますと16億円の増益という形になりました。レストランブライダル事業の売上高は57億円、昨年対比で申し上げますと 146% でございました。ホテル事業につきましては売上高は33億円で、こちらの方も前年比で 152% というふうな形で回復が見られる状況でございます。セグメント別損益につきましては依然赤字が続いておりますが、ホテル事業につきましては焼却前で 2.6 億円の黒字を計上しております。まず今回この新中期事業計画を立てた目的には3つございます。まず1つがですね、事業環境、これがですね、前回策定した中期事業計画のタイミングからですね、大きく変わってきているので、この前提条件をアップデートする必要があったということです。2番目には資本業務提携を踏まえた新たな戦略、この追加と見直し、そして3点目が、やっと先行きが見えてきたこのアフターコロナ、これをですね、見据えた攻めの成長戦略にシフトしていくという点です。これによってですね、我々は最終年度の営業利益を10億円、営業利益率をですね 5% を大きく超える 6.9% をぜひ達成していこうという計画を立てています。内訳を少し見ていきますと、売上高、今期の着地が92億円でしたが、これをですね、25年3月期には144億円まで引き上げてまいります。そしてキャッシュフロー、EBITDA においてはですね、今期プラス黒字化に転じていきたい。そして営業利益においては21億円のマイナスからですね、24年3月期には黒字化を果たし、そして10億円の営業黒字を達成していくということでございます。まあ、これによってですね、我々は財務健全化に向けた早期の黒字化を果たすとともにですね、この10億円の収益構造を作ったその先にはですね、さらなる飛躍的な成長に向けた土台構築というふうに考えてございますので、何としてもこの数字を達成していきたいと考えております。まずこの基本方針はですね、この二軸の両立ということになってきます。一つは早期の黒字化、そして最終年度の利益の最大化、これにおいてはですね、この両方を見据えてバランスを取りながら計画を実行していくというのが今回の新中期経営計画の骨子でございます。早期の黒字化におきましては、競合に対して差別化できているその事業をすでに持っている価値っていう領域で戦っていくということです。そして新規出店は今回は見合わせて保有資産の徹底的な活用をしてまいります。でさらには財務健全化に向けた収益弁済を開始できる、この体制を目指してまいります。そして最終年度の利益最大化、これ初年度2年目にですね、収益貢献が見込まれる領域に徹底投資をしてまいります。この3つの領域がマーケティング、人材、店舗ということになります。それによってですね、今後のその次の中堅を見据えた飛躍的な成長と土台となる体制を作っていきたい。これがですね、目の前の収益化だけにとらわれて3か年後の成長をバリアができたりとか、逆に返せば将来の収益だけにとらわれて目の前の収益改善ができないとかではなくて、双方のバランスをしっかりと取った計画を行っていくというのが基本方針でございます。政策の概要でございます。事業ですね、レストラン営業、ブライダル営業、ホテル営業、そして外販等その他事業の領域に対して3つの領域ですね、マーケティング、ブランディング、そして店舗、そして人材の領域に政策を実行してまいります。そしてこの政策をですね、6つの政策として計画をしております。その中でも最重要項目として位置づけていますのが、もちろん店舗領域ですね。
料理サービスを徹底的に磨き上げ QSC 店舗レベルを上げていく、さらには店舗のマネジメントを強化していく、まあ、その中においても後ほど詳細に触れますが、我々はブライダル事業の収益の大幅な改善向上にフォーカスしていくことにしました。そしてさらには我々の持つ価値、そして伝えきれてない価値、そしてお客様のニーズに応えきれてないような価値をですね、しっかりと生み出してマーケットに伝えていくマーケティング、ここにフォーカスしてまいります。それによって我々は既存顧客をですね、再来店につなげるような具体的な施策を強力に推進してまいります。でさらにはですね、ブランドポートフォリオ、この認知をですね、ブランドの認知を拡大し、さらには事業間のもしくは企業間の総合顧客の総客ですね、これを CRM を実現することによって収益の最大化を果たしてまいりたいと考えております。この3つのですね、事業領域、フォーカス領域を支えるものがもちろん人材基盤の確立であり、さらには新規事業の将来への種まきであり、そして何よりもコスト改善や IT インフラ、この事業インフラの構築というもので支えてまいる計画でございます。そしてその中においてもですね、特に我々がですね、競合に対して食体験の優位性があるというのが我々の強みなんですね。なのでこの認知と営業力を強化することによって、勝てるところでまず徹底的に勝っていく、その領域が我々はブライダルというふうに捉えております。